イギリスのロック、ネオアコバンド、ザ・スミスの作品。ラフトレード、サイアーレコード、ワーナーブラザースレコードから、スタジオアルバム4枚、EP1 枚、ライブアルバム1枚、コンピレーションアルバム7枚、シングル19枚、ビデオアルバム1本、ミュージックビデオ14本をリリースした。1982年、マンチェスターにて結成。メンバーは、 ボーカリストのモリッシー、ギタリストのジョニー・マー、ベースのアンディ・ルーク、ドラムのマイク・ジョイス。ザ・スミスのデビューシングル、ハンド・イン・グローブは、BBC ラジオ第一の DJ ・ジョン・ピールのプッシュにもかかわらずチャート入りを逃した。しかしそれに続くシングル2枚目、ジス・チャーミング・マンは、好意的な評価を受け、UK シングルチャート25位にランクインした。その後、ザ・スミスのカルト人気は、 1984年のメインストリームでの成功により定着した。シングル、ホワット・ f e ファレンス、Does It Make? は、UK チャート12、デビューアルバム、ザ・スミスは、UK アルバムチャート2を記録した。それに続く3枚のシングルはすべて UK トップ20、チャートにランクインし、彼らの成功は確実なものとなった。2枚目のスタジオアルバム、Meet Is Murder は、 UK チャートのトップを記録している。ただし同アルバム唯一のシングル、ザット・ジョーク・イズント・ファニー・エニモアは、UK トップ40入りを逃した。しかしすぐ調子にを取り戻し、後に続く6枚のシングルはすべて UK トップ30に入り、さらに3枚目のアルバム、ザ・クイーン・イズ・デッドは、UK チャートで最高2位を記録した。しかし UK チャートにおける成功とは裏腹に、 1987年8月ギタリストのマーは、モリッシーとの確執が原因でバンドを去った。その後ザ・スミスは、新メンバー募集に失敗し、その年9月リリースのアルバム、ストレンジウェイズ、ヒア・ウィカムを最後にバンドを解散した。最終アルバムは、UK チャート2位を記録、また、アメリカでもバンド結成以来最高のビルボード200、中55位を記録した。 1992年初頭、ワーナーブラザースレコードはザ・スミス全楽曲の発売権を取得した。オリジナルのスタジオアルバムと解散前のコンピレーション3枚を再発売した後、2枚のシングルコンピレーションベストボリューム1とベストボリューム2を制作、前者は UK アルバムチャートのトップを記録した。1995年と2001年にはさらに2枚の シングルコンピレーションを発売。また2008年11月には新しいコンピレーション、The Sound of the Smith を発売した。ありがとうございます。